マレーヒレアシは、ツルモクヒレアシかマレーヒレアシ族に分類される鳥類。インド北部、インドネシア、カンボジア、タイ、バングラデシュ、ベトナム南部、マレーシア、ミャンマー、ラオス全長43から56センチメートル。頭部や、前首の羽衣は黒。後頭や、後首の羽衣は灰色。顔や、前首の黒色部は白く縁取られる。体状面の羽衣は高褐色。 大仮面の羽衣は白い。くちばしは黄色、甲子は緑色。ひなは背の綿たが褐色や肺褐色で仮面の綿たが白い。オスは喉が黒く、甲彩が暗褐色。また繁殖期のオスはくちばし気部に肉質の突起がある。メスは喉が白く、甲子が黄色。湿原、河川、干潟、浸水林などに生息し、 水辺が樹木で覆われた環境を好む。季節的な移動を行う。植生は雑食で、魚類、カエル、昆虫、甲殻類、軟体動物などを食べる。水面でも、陸上でも採食を行う。繁殖形態は卵生。水面から2から3メートルの高さにある木の枝に、木の枝を組み合わせた巣を作り、5から7個の卵を産む。死有交代で放卵し、 放卵期間は10から11日。開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。ありがとうございます。